休んじゃおもし優しく手当てし、いた！やかましい。おとなしくしていろ。レント、その怪我どうしたの？まさか、リラさんに挑戦を？そんな命知らずな真似ができるか、いたたたたた！いきなり傷だらけで転がり込んできた。訳を聞いても何も言わん。ボスたち、じゃないよね。今さらあいつらにやられるかよ。相手は親父だよ。あ、親父。親子喧嘩にしては随分容赦がないな。骨折していてもおかしくないほどの打撃だぞ。元傭兵だからな、腕っぷしだけは強いんだ。まあ今はただのゴロつきだけどな。また殴られたんだ。いい加減村の人に相談した方がいいんじゃ。相談したところで何も変わりゃしないよ。誰も彼も煙たがって遠巻きに見てるだけさ。つまり傭兵崩れのならず者か。そういうこと。どこに行っても鼻つまみ者の乱暴者。故郷のこの島に帰っても同じで、母ちゃんも逃げちまった。レント、あんな奴の息子だからってんで俺までみんなに。いて、何すんだよリラさん。私は愚痴に付き合うつもりはない。だよな、ごめん。だから解決策だけを言ってやる。親父よりも強くなれ。それだけで全てが変わる。そうだな。あ、そうする。絶対に。ありがとう、リラさん。感謝されるほどの助言ではなかったはずだ。あとはライザ、お前が手当てしてやれ。これも訓練だ。うん、じゃあリラさんの代わりに私がやるか。レントだし傷薬あればいいでしょ。この差だよ。でも傷薬があるなら助かるな。頼んじゃってもいいか。じゃあすぐに傷薬作ってリラさんのところに持ってくるよ。待ってて。傷薬を持ってきたようだな。レント、これを使え。やれやれ、助かったぜ。ありがてえ。大して強い薬でもないと思うけど、そんな大怪我でもないだろうし、なんとかなるんじゃないかな。しかし、傷薬を持ってくると言ってすぐに調合をするようになるあたり、
錬金術師っぽくなってきたな。そうかな。まったくだ、頼りになるぜ。そうか、それならちょっとくらい自慢しちゃってもいいかな。でもこんな話できるのはレントとタオ以外だとクラウディアくらいか。用意してあるよ。本当？ありがとう。って今日はそれ目当てで来たんだよね。さあどうぞ召し上がれ。クラウディアンちのお茶とお菓子って本当美味しいね。そう？お茶はいい派かもしれないけど、このクッキーは私が焼いたんだよ。へえ、すごいな。私そういうの全然ダメでさ、クラウディアのこと尊敬しちゃうよ。私よりライザたちの方がずっとすごいよ。あれからもみんな頑張ってるんでしょ。まあね、レントもタオもそれぞれ理由があるからがむしゃらに突っ走ってるよ。ライザも錬金術を？うん、だんだん調合のコツが分かってきた気がしてさ、もうどっぷりハマっちゃってる。最初の時はレントとタオにも来てもらってるけど、遠出するのもすっかり慣れてきたみたい。いいなあ。あ？私もみんなと冒険に行ってみたい。そうだね。私たちがクラウディアを守れるくらい強くなったら、クラウディアのお父さんに相談してみようか。本当？ありがとう。約束だよ、ライザ。うん、約束ね。急ぎで走ったりして。あ、ライザごめん、今急いでるんだ。向こうでボスとランバーに出くわしちゃって。それで逃げてきたの？もうタオったら少しはやり返してやんなさいよ。悔しくないの？こうして本を守って逃げてるのは僕がライザたちと出歩いた成長の証だよ。散々駆け回ったせいで前より楽に逃げられるんだ。喧嘩はもともと得意じゃないし、僕にはそれで十分だよ。そういうもんかな。相手が魔物じゃない。坊主たちなら命の危険もない。なら逃げれば解決が僕の結論さ。変なところで図太くなっちゃったのね。
なんせ古書を読めるようになってきたからね。余計なことに気を使ってはいられないよ。あ、そういえば一度聞いてみたかったんだけど、タオってその本で得た知識を何の役に立てたいの？役に立てる？え？考えたこともなかったな。なかったって、それじゃあ何のためにあんな必死に解読しようとしてたの？何のためにか。ライザも知ってるだろ？僕の家の本が山積みになってる書庫。あ、うん。ひいじいさんが事故で死んじゃってから、あの本の山は何十年も埃をかぶってたんだ。僕は物心ついた頃からずっと知りたかった。本に記してある謎の文字と図面の意味を。山積みになっている量だけの何かがきっとそこに込められているはずだったから。そして今、アンペルさんのおかげで一歩前進できた。まだ完全じゃないけど、ちゃんと意味があると分かった。だから知りたいんだ、あの本に書いてあること全部が。何のためにって、ただ知るためにさ。なるほどね。おい、こんなところにボスさん、ボスさん、タオがいましたよ。そんなわけで僕は余計な喧嘩はせず逃げるから、またね。これも成長なのかな。さすげえ。これで取引成立だね。これでこれ取引成立。取引成立だね。取引成立。また来ますね。
やっほー。そうだな。聞いてくれ。そうだな。違うよ。違うよ。また来ますね。取引す。また来ます。ちょっと、また来ます。Thank you.
ところでだね、何？どうしたの？これはすまない。いいや。お客様よ、バレンツのお嬢さん。はい、上がってもらって。失礼します。いらっしゃい、クラウディア。本当に何にもないけど、ゆっくりしていって。ありがとう。今は一人？うん、レントもタオも用事があるみたい。それフルートの、どうしたの？実は、その、みんなの、で、何？ごめん！ちょっと深呼吸するね。何？どういうこと？ライザ一人が相手なら勇気を出せると思って聞いてほしいの。フルート聞く。あ、聞かせてくれるの？私に？みんなが頑張ってるって聞いて私も考えたの。クラウディア、どうかな？いいよ、もちろん大歓迎。でも私、音楽とかそういう教養っぽいのわからないけど。
と関係ないよ。ただ聞いてくれるだけでいいの。わかった。それじゃあよろしくお願いします。はい、行きます。ございました。すごくすごく綺麗な音だった。グラディア、なんていうか、とにかくすごく綺麗。ありがとう。私もすごくすごく嬉しい。ライザ、勇気を出してよかった。今日はフルートを聴いてもらうためだけに来たから。うん、また聴かせてね。そんなに照れなくていいのに。ライザ、いい加減農作業手伝ってちょうだい。だから今は錬金術の研究で手が離せないって言ってるでしょ。またそれかい。わけわかんないものに熱あげて農作業をおろそかにするなんて母さん許さないからね。わけわかんないものって何よ。変な道具使って変なこと始めたって方々で噂になってるわよ。なんでそこで全くなんて感想になんのさ。言うならすごいわねでしょ。いつも見たくレントやタウと遊ぶだけならまだしも、今度はバレンツのお嬢さんまで巻き込んで。何よ、お母さんは何にも知らないくせに。錬金術は遊びなんかじゃない。ライザ、本当にしょうのない子だよ。って錬金術のことを変とか遊びとかお母さんがさ、みんなもひどいと思わない。いろいろ頑張ってるつもりだったけど、ミオさんだけじゃないな。村島にこもりっきりな大人たちの頭の硬さは筋金入りってことだよ。まあ分かってたけどさ。新しいことは何でもうさんくさく感じるわけだ。新しい商売を始めるモリッツさんがマシに見えるぜ。とにかくこんなガミガミ言われる環境じゃ調合に集中できないわけ。そこで私に一つとんでもなく素晴らしい名案があるのです。名案？はいはい、伺いましょうか。錬金術師殿、何なんでしょうかね、その名案ってのは。
その反応、後悔させてあげるわ。明暗とは、私たちだけの秘密の隠れ家を作るよ。なるほど。出入りするだけでガミガミ言われる実家の屋根裏から本拠地を移しちゃうわけか。本当に明暗じゃねえか。驚いたぜ。何よその褒め方。すごく素敵な案だと思うよ、ライザ。私たち、そう、私たちだけのね。あ、でもアンペルさんとリラさんには教えときたいかも。まあ、あの二人も仲間みたいなもんだしな。それで、隠れ家を作る場所に心当たりはあるのか？もちろん、小妖精の森にある広場がいいと思うんだ。あそこなら魔物も入ってこないし。対岸。でも村の人にはまず見つからないね。湖に面してて土台もある。これは確かに明暗かも。でしょ？もっと私を褒めなさい。すごいよライザー、自分たちだけで家を建てるなんて。そんな難しそうなこと私じゃ絶対に思いつけないし。うんうん、私はすごくて発想も。あ、ん？家を建てる？え？おい、ライザー。そういえば隠れ家って家が必要だったかな？かな？じゃねえ。ったく、気分だけでも盛り上がった俺らがバカみたいじゃねえか。そこはそれ、錬金術でパパーッと立てるってわけにはいかない？なんで僕らに聞くのさ。錬金術師はライザでしょ。アンペルさんに相談してみたらどうかな。何かヒントをくれるかも。そうだね。うん、そうしよう。
きそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何をしようか、悩んじゃうな。どれにしようかな。ちゃんと考えないとね。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。できそうな予感。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。いいもの、で、これでいいかな。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。何を入れるのがいいかな。とりあえず何か入れちゃおうか。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。Thank you.
どうしようかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。わっ、何かが変わりそう。どれにしようかな。これでうまくいくかな。できた、バッチリ。どうしようかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。何をしようか悩んじゃうな。さあ、何を入れよう。とりあえず、なんか入れちゃうか。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。おお、これでいいかな。さあ、どうだ。できた、バッチリ。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。どうしようかな。
どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。ちゃんと考えないとね。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。どれがいいか。これで、さあ、どうだ。やった、できた。なんか上達してきた気がする。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。鳥、さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。とりあえず、なんかいいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れよう。何を入れるのがいいかな。
よ。で、どれにしようかな。これでうまくいくかな。やった、できた。どこにしよう。さあ、何を入れよう。次はどうしよっかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。ちゃんと考えないとね。何を入れよう。何をしようか悩んじゃうな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。どうしよっかな。いいもの。で、どれがいいか。これでいい。さあ、どうだ。できた、バッチリ。休んじゃおう。
何作っちゃおうかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。次はどうしよっか。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいかな。次はどうしよっかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。
何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよう。これでいいかな。さあどうだ。